やあどうも、パチプロマリサだぜ。今回は番長のゼロモードのハイエナについてだぞ。まずはゼロモードについて簡単に説明するぞ。ゼロモードは、有利区間の最初に絶対に行くモードだ。当選率は 50% 以上で、ポイントの天井は390ポイントだ。100ポイント刻みでゾーンもあるぞ。そして有利区間頭の滞在時は、番長のキャラが紫オーラを放ってるぞ。朝一も紫オーラなのだが末置きでも紫になるので、朝一だけは注意が必要だぜ。次にこのモードが甘いのかどうかなのだが、メーカーが出している情報では、どの設定でも、機械割 100% 超えとのことだったが多分本当だろう。ただ勝つために 0G を叩くのは効率と勝率が悪いので、100ポイント以上の紫オーラ台を叩くのが、個人的な狙い目だな。期待値ももちろんあるはずだし私もそこそこ勝てているぞ。私のいるホールでは未だに取れているので、みんなのホールでもあったらよくチェックしてみてくれ。ただ設定が1だと AT 突入率が少し悪いので、同じような台があったら良さげのグラフの方に座ろう。紫オーラは1枚メダルを入れないとわからないので、浅い G 数でポイントが溜まっている台を、確認していってくれよな。私が見つけるやつは、だいたい 40G、120G くらいのが多いぞ。今回はここまでだな。ご視聴ありがとうございました。